みなさん、こんにちは。西川瑞希です。今回は最近のお気に入りの紹介をしたいと思います。今回も美容のグッズたちをいろいろ持ってきたので、ぜひ参考になれば嬉しいです。一つ目はじゃーん、こちらはディオールのアイシャドウなんですけど、本当に色がすごく可愛くって、こんな感じでいろいろなカラーが入ってるんですけど、全体的にくすんだピンク系のカラーだったりとか、ちょっと赤みのあるブラウンとかのカラーが入っていて、もう全てなんか質感が違って、ラメが入ってたりマットのタイプだったり、こちらの一番左のこれはベースに使う下地なんですけど、そういうカラーが入っていたりで、いろいろメイクのカラーを楽しめるアイテムなんですけど、特に私がお気に入りのカラーでよく使っているのがここら辺かなという感じで、こちらをちょっと手に乗せていきたいと思います。こういう感じの色味なんですけど、少し深みのある感じのパープル寄りなくすみピンクで、結構大人っぽく仕上がります。あとはこちらのこの下の真ん中のカラーなんですけど、これもこっちよりかは少し薄めの感じのカラーになっていて、単色塗りでこれのみで使ってもすごく可愛いです。でこういうマットタイプのものをアイホールの全体にのせた後に、ここら辺のラメとかを目の中心あたりとかにのせてあげたりしてもすごく可愛いです。あと私が使うときはこっちの濃いめのカラーを結構細めの筆とかにとってアイライン代わりとして使ったりするのもおすすめです。次はじゃーん、こちらは白のアイシャドウの前に塗るベースなんですけど、これは中身は少し白っぽいんですけど、のせてみるとこういう感じで伸ばすと透明になって、アイシャドウの持ちも良くなるんですけど、あんまりうるうるツヤツヤになりたくない方はこの量を少なめに取ったりとか、すごく濡れた感じにしたいときはたくさん取ったりとか、調整しながら使うのがおすすめです。で次はじゃん、こちらはコダーチューのメイク落としなんですけど、これは水のクレンジングになっていて、もう透明でこれで化粧落ちるのっていう感じなんですけど、結構しっかりメイクも落ちて、普段のこういったメイクの時でも全然落とすことができて、お肌に優しいっていうのがすごくいいなと思って最近使ってるんですけど、これはもう手に取ってもうこういう感じでくるくるしてると徐々に取れていくので、その後に普通にお湯で流すという感じなんですけど、目元とかそういう場所はコットンに含ませてこう取っていくのもおすすめです。普段私はジェルのタイプとかクリームのタイプの化粧落としを普段ずっと使っていたんですけど、結構メイクをチェンジしたりとかそういうことも多いので、そういう時にお肌に優しくしたい時は特にこういう水っぽいものを使うようにしています。次はじゃーん、こちらはナチュラグラッセのチークなんですけど、こういう感じになっています。ローズ系のピンクカラーで、こちらはこういったブラシもセットでついてきます。今日ももう少し塗ってあるんですけど、これはいつも全部を混ぜるような感じでくるくるーっとやった後に手で少しポンポンと落としてから、この笑ったところのこうふんってやった時に膨らむここら辺にこういう感じでつけていきます。結構しっかりと色が出る
感じのカラーになっているので少しずつ乗せていくのがポイントかなと思います。で、最後はじゃん、こちらはディオールのハンドクリームなんですけど、やっぱりディオールの香水も好きなんですけど香りが本当に良くて、これも手にしっかりと香りが残るのがすごく好きで、こういう感じなんですけど、結構しっかりと、なんだろう、密着する感じ、どん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 お肌に馴染んでいくのでベタつきとかはあまりないんですけど、しっかりと保湿してくれるタイプかなと思います。で、ここら辺でこういう感じで乗せてる間も、もうここら辺全部が香り、いい香りに包まれてて、なんか香水つけてるみたいな感じで、やっぱりなんか手で何か人に渡す時だったりとか、なんか受け取る時だったりとか、やっぱ手を使うことが多いので普段からこう手のケアだったりとか香りっていうのは結構しっかりケアするようにしています。こんな感じで最近のお気に入りの商品たちだったんですけど、皆さんの参考になるものはありましたか？私は結構どれもお気に入りなんですけど、最近はまあここら辺はよく使っているのかなっていう感じです。ぜひ気になったものがあれば皆さんもチェックしてみてください。では、西川瑞希でした。バイバーイ。